なんとかってどうするつもりなんですか？できるとは思いますけど。うん、それでその後はどうするの？そんなこと危険すぎます。そうだよプロデューサー、宇宙なら私が行ってくるよ。隕石を破壊するロボットとかないんでしょうか？それに私が乗って。でもプロデューサーさん、分かったよ。でも約束して、必ず戻ってきてね。プロデューサーさん、ピーちゃんの準備はできました？プロデューサー、私には祈ることしかできませんけど、頑張ってください。プロデューサーならきっと大丈夫です。いえ、未来が見えたわけじゃないんです。でもプロデューサーなら絶対大丈夫ですから、私がそう信じてるんです。はい、どうかお気をつけて。はい、ピーちゃんお願い。この辺りが限界みたいです。うん、任せて。いっくよー。隕石？プロデューサー、どんな夢見てたの？本当に大丈夫ですか？もしかして頭を強くぶつけたんじゃ。氷持ってきましょうか？忘れ物をしてしまって、そしたらプロデューサーさんが寝てたので、できるだけ静かに出ていこうとしたんですけど、ごめんなさい、起こしてしまいました。プロデューサーさん、急に。そんなことありません。それにそういう時は私たちも頑張ります。そうだよ、ピンチになったらみんなで一緒に乗り越えよう。めぐるの言う通りです。全員の方がいい解決策も思いつくでしょうから。そんなに感動しなくても。本当に今日のプロデューサーどうしちゃったの？うん？